冬の間ですね、ちょっと足元悪かったもんですから、串本会社役前にですね、体験者のお話を聞くというやつをですね、ちょっと休んだんですけれども、今回ですね、連絡をさせていただいて、それで今日お話をしていただくということで来ていただきました。名前はですね、一戸文さんといって、6年前のですね、私どもの時代の証言に投稿していただいた方 で、その後ですね、今全国的に問題になっている大阪を中心にしてですね、裁判をしている空襲のですね、被害者に対する何て言うんですかね、補償問題、はい、その中で特に防空法という法律がですね、当時あって逃げるなということで、その調査に来た弁護士さんがいた時にですね、富岡さんのことと一緒にですね、お話をしていただいたんですよ。はい、でもちょっと自宅でお電話してですね、また ご健在ですかと言ったら、元気で元気でって、こういう話がですね、あったもんですから、なんとかですね、お話をしていただきたいということでご連絡しました。ただちょっと耳が遠くなっているのっていうのとですね、それからどっちかというと、問われた方にですね、問われたことに答えるという形の方がですね、大したらいいんだと。こういうお話なもんですから、いくつか項目を定めてですね、指揮をして、そしてですね、当時の体験をお話をしていただくということにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。体験を聞いた後にですね、ちょっと興味事項ありますので、そのことについてですね、興味をさせていただくということにさせていただければと思います。じゃあ一戸文さんをご紹介いたします。一戸文さん。いや、そこに。昭和20年の空襲の時のですね、お話を今日はしていただければなと思ってですね、内村さん当時何歳で、女子挺身隊としてですね、横浜の方ですか、そこの方に立川ですか、向こう行ってですね、向こうで空襲をやってまた戻ってきたと、志願で行きました。そういう、そこのちょっと下りの話をですね、そうですね、時期がそういう時代でしたから、私も行きたい、私も行かせてくださいというね、で当時に集まって、100名集まりました。で100人で結成式を挙げて、そして立川飛行機って、飛行機の組み立てとか部品の並べ、私は残念ながら事務員回されて5人チームやってきましたけども、ヒノキのないセメントの上でね、下焼きになったり今のうち悩んだ方もありました。そこでも空襲にあったんですか？空襲にあってるんですか？ありました。向こうでも空襲にあって、犠牲者が出ましたので、集団でご報告することができなくなったので、そして青森に返していただいたんです。はい、それはいつ頃ですか？はい、青森に返っていただいて、一応挺身隊は解散、そこで解散して、そしてそれぞれ私はこれ軍隊の方の事務にもやらされてやりましたけど、いろんなところへこう行きました。農家やる人は結構ね、生産が大事ですから、農家の手伝いに行ったり、
決心隊で行く時はみんな遊び時代でしたからみんな私も私もって、で宇都神社の境内に集まったら今度100人集まって、はい、で100人でそしてあの団体組んで立川飛行機行ったんです。で私たちの後から奥内地区から20人追加として決心隊に加わって、うん、だから120人であったんです。あその時に写真持ってくれたりだったね。あ、当時の写真あるんですか？あ、ありますよね。おー。1000円で球場前で写したのね。あ、おー。それいつかまた送ってきます。送ります。行った当時はね、まあ空襲もなくて、すごく毎日富士山も仰いで、食事も良かったし、して良かったなってみんなそう言ったんですよ、おかずもね。ご飯の量も美味しい、よかった、美味しかったんですよ。ただやっぱり10月に入って、10月半ばになったら、そろそろこんな空襲、ねえ、なって、ああ、もう過ぎていくね、毎晩のようになんですよ。それから今度は夜も昼も、区別なく、で私たちももうご飯食べる時間もなく、寝てる時間もなくて、疲れてしまって、昼となく夜となく空襲を受けて逃げてそしたら国分寺の方まで逃げていって、はあ、国分寺の人からこんなおにぎりいただいたりしてそしてごちそうになって帰ってきて、はあ、こういただくと一人今度は獄門に入っていたんだけども流れ玉で、はあ、夜の空襲も怖いけど昼間の攻撃もあれで怖いですよ。アメリカの飛行機の窓から体半分乗り出して、こうしてこうやって、僕も、私が履いてる僕も目がけて、こう、感じをしてくるんですから、すごい、もう行けたことしない。仲間っさで、ブルブルブル。どんなかこんな感じで、一人自制者が出てね、だとってもこれだら、集団でごぼこするのも難しいんじゃないかって、連日連夜の空襲でこの通り出しって、このお願いして、で今度青森に帰ってからご奉公続けますからということで青森に帰ってきて、うん、でそれで農家の人は農家行ったりからまたその時今はハローワークと言うけど、うん、その時代は軍需省の下駄機関で労働なんだっけな動員所でやったんだよね。動員かけて軍需工場の方に連れて行く、うんうん、今はハローワークというか、これはその頃は軍事省のあれでもって動員所、青森県動員所であったんです、うん、その頃の所長さんが桜田さんという方で前に何か県会が司会に出たことあったんじゃないかな、はあ、そして1年間立川飛行機で飛行機作って、はあ、そして病院も出たり、いろいろありましたり。泉木さんは帰った方に帰ってきて、住んだ場所はどこなんですか？あ、そう、それからまだ新たに動員所の所長さんと会って、みんなそれぞれ行きたいところ。で、私と他3人がこれ、これ赤月舞台の方さ、行ってくれないかって言われて、そして赤月舞台って。場所はどこなんですか？え？場所は？場所は、なんだっけな、安方の明治商店ってありますよね。あそこの裏の別宅の方を事務所にして、そこが、赤月6160部隊、猫田部隊の上林隊ですね。前は正義場、手渡し物の連中あたり、もう私は一番苦手で、あったんですうん、私はうちから通っていましたから、マグヒとかなんかそういうのの事務はやらないで、そういうのが別室で、兵隊さんたちがね、やっていましたから。で、青森空襲の時はですね、住んでいたのは、住んでいた場所で、住んでいた場所は、橋本小学校の前にずっと下がって、ですから国道通りのその次の通りにおりました。で近くは国鉄の感謝があってずっと行けば裏町の駅があったんですよ。
はい、あの行こうと止まらない、ね、ああ山地区南湯地域だったんです、はい、そこの森永製菓ってね、ああ森永の美術店とする会社があって、ああそこの近くにおりました。で毎日こう香ばしい匂いがしてそこ通る人でみんな深呼吸して思い出しますよ。あの物物資のない時で発給の時代 でそのビスケットとかはやっぱり子供さんの一番先病院の方に行って、で残りは子供さんに入ってやって、私とやったらね香りを嗅いでいるんだね。そういう時代でしたから、いつか人たちみんなこうそこの前通れば深呼吸してニコッと笑ってそういうこともありましたね。根物などはですね、根物などは、はい、鈴のどこさこう、あ、親戚の、あの、預かりたり、ずっと離れたところの方に、うん、あの、預かってもらったりして、うん、はい、それでもやっぱり必要なものあれば取りに行って持ってきたり、うん、なんだか、して、この、あの、市の方で、あの、廃棄物を私のに、留守であれば、ほら、そこに置いてきても、なくなったりすれば困るということで、そういうことで、これ、廃棄物ね、誰かうちに人がいないと配給停止になりますよって階段番が回ったんですよ。それでみんなまだ布団しょったり何でかんだ持ってって家帰ったその晩に空襲になったんです。だから芝居がいらんでないかななんて言った人もありましたけど、泊まるのは自宅に泊まっていたんですか。泊まっていた。荷物だけは預かって預かって、はい、ただ、荷物だけどもあのこれ頻繁に来るようになれば、うちもいるのも怖いから、その預かったところに行ったりして、はい、私はあのほらあの軍隊にこう勤めていましたからさ、我慢して一人で、なるほどね。もうすごかったですよ。最初こう雨降ったようにね、あのサラ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 ってあの小雨が降ったような音がして。そしてあれ雨降ったんでねがなって、雨降ればいいんでねがなって、あの焼夷弾落ちでもいないからいいんでねがなって、夏がそれが雨じゃなくて油でやったわけね、うん、で当時もほらあのうちはみんな木造でしょ、今と違ってね、だからウィーサーと油飛行機で油まいていって、それに焼夷弾落としたもんだからたちまちのうちに燃え広がって、うん、僕も入っていても怖くて出られないのね。道路もみんなこうほのほが立ってるんですよ、うん、で足の上はこうやって、うん、それでもう逃げないと死んでしまうよってあの警防団の方がしゃがんでね、そしてみんなこうやって家族みんな手伝ってわーってみんなわーってしゃがんで逃げたもんですよ。それから張り巻きに逃げればそこにまた人を落としてくるから、なんて上にならね、こんな面白い150球うろうさおなんだいね。でも50センチぐらいひいひいでこの方立ってしてもあんまり同時直撃受ければ即死だわけね。家族みんな手伝ってって逃げればそこにまた落としてくるし、カバンの中入って橋の下に隠れたり、いやなんか抜きしなしたくて損切りだで一晩そして逃げ回って、家族は何、家族は大体いたんですか。家族はあの両親と、出るときうちから出るときみんな一緒に来たんだけども、ほらボンボンボン落ちるもんだったから、バーってあっちに逃げたらこっちにバラバラになってしまって、で前からちゃんとあの積みといて、そういう場合はあの工場団のこういううちさみんな集まることにして、だから一旦みんなそこへ集まって、そういうあの積みごと家族内でも、それ決め戻してさ、でみんな工場団の総のうちさみんな行って、で両親もみんな無事でね、みんなここか顔泥だらけで、でもみんな普通のみんな紫で、で夜明けに雨降ったもんだから寒くてんな古いでね、であの工場団の婦人会の人からあのおにぎりごちそうになって、お親子いっぱいごちそうになって、でも美味しかった、あの生きたはずって気持ちになったから、あの宇都の近所の防空壕には一回は入ったんですか。入ったんです。みんな入りました。で出た方が助かるのが入っていた方が助かるのが一応迷いました、うんうん、
それであんまり警防団の人が出ろ出ろ、うん、そこにいれば死んでしまうよって、うん、逃げろ逃げろってものすごく騒がまいてさ、うん、それでみんなって逃げたんだ、うん、ってみんなら飛行機がずっと下までの出来て落とすんだもんね、うん、あのそういったもう火水だよね、うん、あまたもう一度ちょっと落ちてくるの、うん、松井行きたくごちしません。浦松駅で通れたら浦松駅を越えて田んぼ越えて田んぼめちゃくちゃ踏んで走ってそして目をけんこうして工場まで行ったの無臭で一晩走ってられてるそっちに見ればそっち来るこっちにいればこっち来るでしょその頃はまだバダカンの方が暗かったああまだまだかまだもんてね暑いってねだのってさだけど私らはもう裏町に行って田んぼめちゃくちゃ走って裏町に行くあそこほらトイレもあるし水も飲めるしってことでみんな裏町行け行け裏町行け行けってみんな毛穴下がってさでみんなめちゃくちゃあの田んぼ稲ここでくらい伸びてパワーパワーってやるのみんな長押しでめちゃくちゃ伸びてくれてやっとやってみたんだよ。で、ポートルから出ろ出ろ、大学逃げろ逃げろって一生懸命したんだけども、逃げた方が助かるのが、入っていた方が助かるのが迷いましたもんだよ。あんまりさ、頑張れるとこでさ、出たんですよ。そしたら、泥の方もポカポカとこう、あのこの方が立って、あのさらっと油巻いて、油巻いた後にこの醤油を落としたもんですから、ああ道路の油をみんなポカポカと燃えてるんですよ。どうやってそれ足すぎて水ぶってグーッと走っていやーやっていくぜこんばんは行ってその竹田氏のお逃げでもらっておじゃこいっぱいごつまってやっと行きたいって感じになって、うん、一晩中逃げやりてました、うん、あの今後ただ津田もが何時頃上がるくらってから、はいはい、だから一晩くらいはね、あの田んぼくらが走ってたってだとかそっち行ったら逃げたらこっち最初は裏町めっちゃ何も行けなかったから水を飲めるし、トイレもして裏町め行くさ、行け行けってあの消防の下が下がってね、ってわーって行ったんですよで、だんだんなったら裏町め行くもちょっとね、危なくなってきてそしてこの田んぼ走ってくの、妙見妙見取り越してこの工場だって他の婦人会から今度は竹刺しもらってごちそうになって、まあ、自分のとこがどうなってるかなと思ってで来てみたらびっくり青森市内一面真っ黒真っ黒でみんなピーちゃんこ、うん、もう全部妄想でしょその頃の牛はねだから、まあ、あの醤油団の液醤油でもって全部燃えてしまって真っ黒青森市内全体真っ黒ピーちゃんこになってびっくりしました。で残ってるのが蓮華寺のお寺とね、金閣寺堂の一部と、うん、から波打ち小学校、古川小学校、でも外観だけ残って、あとみんな長野付けとかみんな燃えてしまって、焼夷弾の威力ってすごいもんだと思って、朝ね、ちょっと小雨が降ってさ、みんな玉の濡れてしまって、誰の顔見てもみんな顔が 泥いっぱい血で口で飲めらせるで罠まになってんで震えて寒かったなそれで小雨が降って寒かったでしょ、うん、あーどこ工場まで行って工場予防図からこう帰っていくさるでね、うんうん、途中で亡くなった人になっていた、その時はあの父が勤めていたあの工場がずっと置き立ての端っこの方でやったので、そこに焼けなかったから、あのそこで、はあのそこの従業員で焼き出された人、そこの実の会社の、あの倉庫、倉庫をこう部屋に直してくれて、そしてそこで入りました。あ、信号機が進んだ場所は置き立てに進んだわけだ。はあはあ、一晩に逃げて歩いて、やっぱり逃げるのが勝ち。防空壕で入っていた方が助かるのが、逃げた方が助かるのが、一瞬迷いました。あんまり叫ぶとこでさ、これだ逃げた方がいいんじゃないかなって、家族みんな、手伝いでわーって言ったのに、固まったところでまだ落ちて、脅し腰もんだけど、固まっていられないの。
でみんな離れ離れになってしまって、うん、で、あのみんなバラバラになった時、工場のこのうちに行くんだよって、それをみんな住み聞いたから、みんなすごいって、家族みんな無事だってね、よかったなと思って。いいですね。一晩中走って歩いて、もう泥だらけで、ね、めちゃくちゃびしゃの、田んぼの人も大変だったけど、田んぼに猫、ね、ここのぐらい伸びてるのにさ、それ長靴履いてるのに、やびしゃって、踏みつけて、めちゃくちゃって、めちゃくちゃ走ったもんですから。大津田で生活はずみで何で一番困りました？大津田で生活はずみでですね、一番困ったのは何困りました？焼き出されて、焼き出されて、はい、うん、その時はあの父の、うん、あの父が製材所でいたので、うんうん、あの地方木材って一番の製材所のところ、何時何時に走れんなってけど、そこがどこどこの会社の人はどこ行きなさい、どこどこ会社どこ行きなってて、堤の川尻の方で、なんか小竹製材所、あそこはちょっと焼け残ったりね、はい、あそこだって製材所はどこどこの製材所の人そこ行きなさいって、でうちの父親が狛江の製材所でしたから、狛江製材所は杉浦木材行きなさいって、杉浦であの木材の倉庫、あれをこう人数であの部屋作ってくれて、そしてそこにおりました。狛江の製材所はあの町の真ん中で、あの製鋼所のすぐ向かい、で国道通りに面したところだったんだよね。で、まあ、国道通りは昔から見れば何倍も幅広くなって、で狛江製材所が作る道、焼いたのに行ったんだよね。こう行きました。いろいろと本当に大変でしたよ。それみんな向こう3年ほどなれるな、よく仲良くて、なんかあればいい知らせがあればみんなすっくりくるしさ、うん、はい、まあ、油が変わって、胃が上がって、あ、今日胃が一箱引けたぞって、あ、なんだかって、みんなこんな隣の人の伝えで、これで臭くて一缶入りで冷めて、あ、ギラバケで油が余って、胃が買いに行って、胃が一箱買ってしょってきて、まあもう疲れも直しない。自分ない時でしたから、まあ、いろんなことがありました。だから下駄の配給も今度はなかなかなくなって、下駄まで配給になって、で製材所行って、あの家具材の切れ端をもらってきて、あれでこんな下駄の型紙取って、そこに特殊の子です。それこそ焼き火箸、わかりますか、焼き火箸、火箸で焼いて、穴開けて、ね、あの着物の乗ったのぼりにね、あの中で綿が打ったのを入れてさ、花を作って、それで鉢ましたよ。でも、火場で作ったギターだから、なかなか切らなくて、そういう思い出もありました。こう、食うものはどうしました？食べるもの。食べるもの、うん、うん、それはいくらか前からこうあれしておいたり、配給ごと混ぜて、それからじゃがいも、ね、じゃがいものおかゆ、鍋だで、油がでかかったって、下げってみんなと、みんなで、意外に買ってきて、塩が何にしたの、干したりね、いろんなこと、醤油でも何もみんな配給で。なくなれでしょ、よくねでがって、ああ、少しは何でも開けてやって、何でも開けてやって。で、曇り坂の人たち、目の前でこうしたくれんだ、いい海あるんだから、海を生かすべしってさ、船さ、一斗缶いっぱい積んでって、家の島の近くまで行って、海水を汲んできて、浜辺で、流動木、流れできたっていう、こうしてんで、それで、それ炊いて塩を作ったの。ありがたかったですよ。これよ、おめだちゅって、おかゆごと昔、結婚って言ったんですよ。結婚される、塩こうやってたかって、なんもねえよって、漬物も作れんで困ってしたじゃんって、ね、あ、これを私作った塩こんなはずでさ、真っ白で塩こまってきて、それおかゆさかーってやって、
あの飛び蒸し塩美味しいと思ったことない、ね、今なら塩一袋かればね何でもこう長く使いし漬物漬けるし、本当に塩ありがたかったですよ。夏と曇り坂を引かず年寄りに塩を出し合って、うん、であの畑で作った大豆、あれを入れね、あのバラの愛した子入れてさ、室がないから室の代わりにこたつ、こたつでもう一回かけて、それで納豆作って、で私たちさ持ってきてくれたんですよ。今買って食べる納豆ほど糸はないけど、やっぱり納豆の味はしてました。いや、美味しかった、ありがたかったよ。本当に納豆作っちゃう、納豆かぼかって言うやつ作ってるじゃん。それもみんなの向こうさんね、夜で食べて、みんな仲良く、それから過ごしましたよ。お父さんたちがあのダクシを作って、料理作ったら作られないそれじゃあ、もし皆さん方の方からですね、あとお聞きしたいっていう話があったら、はい、どうぞ。いいですか。あの、一戸さん防空壕に入った時、防空壕に入った時苦しくなかったですか。なるほど。ちょっと、うん、そうで作ったね。僕も同じくにいないように。